必死くん。くるくる、あ、オッケーです。バッチリです。じゃあ皆さんも一緒に手くるくるお願いします。せーの、くる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 。ありがとうございます。くるくるくる。バッチリです。はい、このお手くるくるなんと、くまもんたち、くちくち、くまもんたち、お腹、お腹。はい、こんな感じで。全然 DJ な感じじゃないけど、可愛らしい曲が流れます。はい、じゃあ、くまモンタッチのくまモンの時に腰に手を当てます。じゃあくまモンお手本です。腰に手を当ててください。せーの、くまモン、はい、腰に手を当てました。じゃあたまにゃんもくまモンで、お、腰に手を当ててます。お、たまにゃん、いいね、腰にちゃんと手が当たってます。バッチリです。はい、くまモンもそこね。はい、ちょっと、お、でもいつも私気になるのが、クマもお腹ここじゃない。違う。ジュニアはちゃんとなんか、うん、まあ、腰に手を当てたらなんかしっくりくるんですけど、クマもここ、腰、ここが腰じゃない。お腹がここだから。上がってる。足ね、そこ足。分かった分かった。じゃあ、クマもで腰に手を当てたら、タッチで両手をパチンと叩きます。じゃあ、続けてクマもんタッチね。せーの、くま踊る踊るだよ。はい、はい、いくよ、間違えよ。せーの、くまもんタッチ、こんな感じです。たまにはできたかな、くまもんタッチ。お、バッチリ覚えたね。はい、で、くーちくーちと2回言います。1回目は私がします。2回目にくまもんとたまにはそして皆さんがお口を押さえます。はい、はい、覚えたね。じゃあ2回目だよ、皆さん。せーの、くまもんたち、くーち、くーち。2回目、くまもん。1回目にしてよ。くーち、くーちの2回目だよ、くまもん。できるね。ちゃんと間違えたね。今、くまもん間違えちゃいました。じゃあ2回目いきます。皆さんも一緒にお願いします。せーの、くまもんたち、くーち、くーち。ちょっとやったね、今ね。皆さん大丈夫でした？クマも2回目できてました。ちょっと怪しかったけどね。はい、セーフセーフ。じゃあ違うところ、口じゃなくて違うところをタッチしてみたいと思います。せーの、クマモンタッチ、お尻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 、たまにゃん、お、触れてる、バッチリ。クマモンできた？お尻、あ、できた。あ、バチコイできたね。はい、たまにはもうバッチリでした。じゃあ行きます、違うとこ行きます。せーの、くまもんタッチ、眉毛、眉毛、眉毛。何そう、まさかの、まさかの、たまにたまにまさかの眉毛がなかった。まさかの、なになに、書いとく、書いとく。じゃあ気持ちちょっとね、眉毛描いとこうか。たまにゃんはね、気持ちここかなっていうところをタッチで、はい、ま、そこかな、うん、ちょっとおひげらへんですけど。バッチリ。ここで、はい、くまもんできたね、眉毛、眉毛だよ。眉毛だよ。何時計が、時間が、時計が、時間がない、尺が、尺があるので巻いていこう。確かにちょっと時間があと5分ぐらいしかないね。はい、じゃあ次行くよ、次のレースです。じゃあたまにゃんもね、気を取り直して、せーの、くまもんタッチ、お耳、お耳。違う、くまもん先にチェック入るね、たまにゃん。あ、たまにゃんちょっとお耳が上の方だから難しいね、顔がちょっと大きいもんね。めっちゃ見てる、くまもん。ちょっと、あ、できてない、できてないって。厳しいね、くまもんね。ちょっと顔が大きかった、爆笑してるけど。くまもんはできたんですか？なんか、ちょっと時間が、尺があるから巻いていこうと。もうでもやってないよ、お手本って言ったじゃん。たまにはね、くまもんのお手本だもんね。ほら、そうだった、やばい。ねえねえ、何相談してる？お姉さん、なんであんないじめるんだろうね。でもほら、くまもんお手本だから、く
しよ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 し。じゃあ皆さんしっかり見ててください。お手本です。はい、くまモン一歩前にお願いします。はい。ちょっといいですね。はい、じゃあくまモン眉毛からです。眉毛さっきしてないけどね。せーの。なんで下がってきたの？失格してるんじゃないのね。違うよね、違うよね。はい、もう一歩前でよか。ちっちゃ、ちっちゃい一歩が。自信ないの。くまモンちゃんと眉毛してよ。せーの。くまモンタッチ。眉毛。眉毛。せーの、くまモンタッチ、お耳、お耳。ああ、疲れた。落ち込んでますね。見えとるよ、くまモン。ほら、見えとるよ、見えとるよ。下げて下げてって。あ、落ち込む時間も必要ね。見えとるよ。あ、気合い入れてる、気合い入れてる。うわもうできなくても OK。 たまにはもうね、ちょっとお耳とかちょっと眉毛とかね、ちょっと難しかったけどね。爆笑しなくていいじゃん、もうできてないんだから。はい、楽しんでできれば OK ね。そうね。何傷ついてるの？自分ができてないところは傷つくの。そうね。よかったよ、クマもこれ楽しくできれば、皆さんと楽しく踊れれば楽しいんだ。そうだった、そうだった。たまにあんたもね、楽しく踊ってください。じゃあ皆さんもよかったら一緒にお願いします。じゃあ熊本たち踊っちゃいましょうか。たまにはもう準備はよかったですか？はい、OK です。それでは熊本たち。